どうもどうも、ガリレコードのフェニックスです。藤原達也です。はい、どうも、水溜りボンドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今回も水溜りボンドさんと、はい、ゲームをやっていこうと、はい、よろしくお願いします。んですけども、何のゲームを次は、今日はですね、僕がちょっと考えてきました。うわ、あら、この名も、はい、サワ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 ドン、藤原達也ゲーム。藤原達也ゲームです。ご存知ですか、藤原達也。知らないです。あ、じゃあ説明した方がいい。流行りそうな予感はしますね。じゃあ説明しますね、はい、3人くらいからできるゲームなんですけど、はい、じゃあまず誰かが最初、僕からだと、うん、藤原達也から始まる藤原達也ゲーム、イエーイみたいな、うん、したら僕は誰かを指さします、うん、指さす時に何かを言って指さすんですけど、はい、例えば達也、はい、達也って言われたら、その人はそのまま何もせずにまた別の人を指さしてください。指さしてまた何か、はい、達也か、はいはいはい、あとはカイジ、はいはい、カイジと指さされたら、はい、カイジと指さされたら腕を押さえて、はい、どうしてだよー、唾飛んできて、どうしてだよどうしてだよ、カイジって指さされたらどうしてだよ、はい、あとはライト、はい、デスノートの、うん、やらみライトね、はい、ライトと刺されたら、うん、これは靴ですね、うん、これ靴に踏まれながら、僕はキラじゃない、僕はキラじゃない、はい、カイジ、ライトを来まして、うん、次はヘルシアレクチャーです。ヘルシアレクチャーと言われたら、例えばフェニックスにヘルシアレクチャーと言われたら、刺された人以外が言った人もです、はい、新しいヘルシアレクチャー始まる。長っ、新しいヘルシアレクチャー長っ、はい、始まる、ちょっと始まるでちゃんとカメラ目線するのも忘れないでください。新しい、新しいヘルシアレクチャー始まる。そう、これを、刺された人以外が、そう、はいはいはい、でやった後に、また刺された人がまた達也の、はいはい、カイジ、ライト、ヘルシアレクチャー、はい、なんか、はい、あれっすね、どっかで聞いたことあるようなゲーム。そうですね、なんか、そうっすね、システムはどこかに入ってますね。いや、完全にオリジナルです。あー、そうですね、完全にオリジナルです。いや、動揺してオリジナル噛んでたじゃん。達也は何もなし、はい、カイジはどうしてだよ、左腕を押さえながら、はい、どっちの腕でも大丈夫です、はいはい、ライトは、靴に踏まれながら、天候量すごいっすね、これは嫌いなの、濁点が大事なんで、ね、そうですね、これあのー、濁点にも濁点つく、じゃあ G もつきますからね、で、ヘルシアレクチャーは刺された人以外が新しいヘルシアレクチャー始まる、はいはい、これをちょっとね、やっていきたいと思います。ちょっと難しいですけど、そうですね、最初ゆっくりやってみますか。そうですか、はいはいはい、確かに確かに、最初練習の一回、じゃあ練習してみますか、はい、じゃあまずじゃあ僕からいきます、はいはいはい、藤原達也から始まる藤原達也ゲーム、イエーイ、欲しいな。達也、カイジ、どうしてだよ、ライト、僕はキラじゃない、カイジ、どうしてだよ、ヘルシアレクチャー、新しいヘルシアレクチャー始まる、達也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 、カイジ、どう、あった、はい、あぶねー、これでどうしてだよが、はい、そうそうそう、こっちと迷った、こっちとこっちがね、なるほど、はい、同じ人なんですもんね、これ全部同じ、同じ人なら達也、はい、むずみたいなゲーム、じゃあ達也でなんかレベルアップしていく感じですね、なんか達也でテンポアップしてる、これして急に返しとか、あーいいっすね、これをね、じゃあやっていきます、はい、今のは練習なので、次から本番、これ2回間違えた人が、じゃあもう罰ゲームです、はいはいはい、なるほど、はい、いいっすね、なので1回でいいですよね、ざわなんで、いや、まあ、確かにこれ絶対得意ですもんね、有利すぎるから、確かにね、うん、絶対負けないじゃん、うん、あああんたらがそう言うならいいよ、じゃあ俺1回でいいよ。やってやろう、絶対負けねえからな。よっしゃ、誰からいきますか、じゃあ、神田さんから、はい、いきますか、神田さんから始まる藤原達也ゲーム、イエーイ、せーの、達也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 、カイジ、どうしてだよー、カイジ、どうしてだよー、キラ、あ、やべえ、キラ、キラ、やべえ、新しいは間違いない、キラって言うんだよ、ライトだけど、ライトはキラって呼ばれてるけど、まあまあ、脳の中で間違い作っちゃったよ、脳の中で映画展開してやってますね、ライトって、その間違いことあんまないですよ、僕はキラじゃない、僕はキラ、そうそう、僕はキラ、キラ、この間違いあるんですね、この間違い、うわ、怖っ、一発目のミスですらダメだと思う、僕からですね、はい、はい、よし、じゃあ、フェニックスから、はい、フジョルタサゲーム、イエーイ、カイジ、どうしてだよ、ヘルシアレクチャー、新しいヘルシアレクチャー始まる、
カイジ。どうしてだよーカイジ。どうしてだよーカイジ。どうしてだよー達也。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 カイジ。どうしてだよーライト。僕はキラじゃないカイジ。どうしてだよー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 ヘルシアレクチャー。新しいヘルシアレクチャー始まる。カイジ。どうしてだよーキラ。あ、やめて。あ、やめて。やめて。キラー。やめさせ。今のはちょっと自分で見つけたミスのパターンが入ってるぞ。誰もそれで覚えちゃってないからちゃんとしてください。じゃあいいです。じゃあちょっと今のはちょっと泣きの一回になってしまうけど、自分の中でパターン作っちゃってるよね。そうですね。キラって言っちゃってるわ。ちょっとじゃあテンポアップで、テンポアップでいきましょう。はい、僕からフェニックスから始まるフィソレタザゲーム、イエーイ。タツヤ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 。カイジ。どうしてだよ。タツヤ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 。カイジ。どうしてだよカイジ。どうしてだよタツヤ。ヘルシア緑茶。新しいヘルシア緑茶始まる。ちょっと喋るのもダメだから。ちょっとなんかやる。いや、ちょっと弱すぎる。今なんか喋ったっすよね。一番見てたんじゃないヘルシアって言っちゃう。ヘルシア言ったらダメだからね、言われた人は。新しいって喋ってる時ヘルシア。こんな弱い。ノーミス？ちょっと飲み込みが早い。やってました。やってました。やってないですよ。やってないですよ。経験者じゃないですよ。どっちかというと僕らこういうゲーム負けてる側だね。ええ。ぐちゃぐちゃになっちゃうからね。じゃあちょっとじゃあまたフェニックスから。はい。よし。フェニックスから始まる藤原哲也ゲーム。イエーイ。達也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 。カイジ。どうしてだよ。ライト。僕はキラじゃない。ヘルシア緑茶。新しいヘルシア緑茶始まる。ヘルシア緑茶。新しいヘルシア緑茶始まる。カイジ。どうしてだよライト。僕はキラーじゃないライト。僕はキラーじゃないカイジ。どうしてだよカイジ。どうしてだよまだセーフリーズ。カイジ。どうしてだよカイジ。どうしてだよヘルシア緑茶。新しいヘルシア緑茶始まる。ちょっと今やらせた。お前今ちょっとやらせた。今ヘルシア緑茶。どっちか誰が悪い今のは。すぐやんないといけないから。それを刺してこうすぐ。いやいや、僕はあるんだ。あぶねー。やっとだ。やっと慣れていくのでも楽しいですね、これ。はい、じゃあもうちょっとゲーム。はい、じゃあ神田さんからやったら達也ゲーム、イエーイ。達也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 。ライト。僕はキラーじゃないライト。僕はキラーじゃない開始。どうしてだよ。腕押さえてなかったからもう。いや、わかんないだろ、腕とか。わかるだろ。藤原達也、よく腕押さえるから。結構、腕もやっちゃうっていうね。今、心臓押さえてたから、本当にライトが名前書かれた時、どうしてだよ。最後のね。これ、映画見てれば見てるほどごっちゃになります。ごっちゃになります。キラが邪魔だ。そうなんですよ。キラが邪魔。キラが邪魔。僕、アウトですから。罰ゲームです。はい。はい。じゃあ、狩野さん。ザワ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 。ドン。ケツバット。シンプル。シンプルにケツバットです。こいつのケツバットめっちゃ痛いんですよ。俺のケツバットでいく？あ、じゃあ僕も一応野球部。野球部ね。どうします？どっちがやります？どっちにやられたいですか？あ、じゃあまあせっかくなんで。行くとき行くって言いますね。はい。はい。じゃあ行きます。はい。ザワ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 。いや、何してください。行ってやれよ。すぐでいいんですよ。じゃあ、やりますね。クリみたいな。最悪の運命、最悪の記憶、ありとあらゆる証拠。めっちゃ嫌だな。死ぬと思う。死ぬのかと思う。今俺喋ってるから。いや、いや、これはもういかないっすね。一個。うわ、やめて。こうなるくらい振りかぶりましたね。かぶれらぐらい振りましたよ。びっくりした。俺の勝ちだ、利根川。いやいや、画面の向こうの利根川さんと戦ってたのか。なんか、バットがこんくらいの厚さになってたの。痛さの範囲が違うな。間違えて僕、鉄製持ってきた。待って待って待って、バットのここ取れるぐらいの。いやいや、これもともと取れてた。音が出やすいね。あ、そうなんですね。いやいや、その技術すごいな。すいません、
点ちょっとカプタンスが負けたということで。いやいや負けました。これどっちなんですか。これちょっと普通に腕組んでましたどっちも怪我したパターンあるのかなと慣れすぎてね、でやってみてどうでしたか。いやこれめちゃくちゃ面白いです。よかった、流行りそう。これぜひね流行らせたいんですよ。流行らせたいしたいな。流行りそうな気がするけどね。はい、ぜひ皆さんもやってみてください。皆さんぜひやってみてください、はい、じゃあということで、はい、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。以上ガーリーレコードでした。どいつもこいつもありがてー。ありがとうございました。